ガチウマ、ズルルッと、ズルズル。五十嵐、ここ飲んどきゃ台湾人みんなにおお行ったなって。まあベースのベースみたいな。めっちゃ入ってるね。ドドドドドってくる。これね、50やろう。50あ、そういうこと？そういうこと。ディレンちゃんそんな、そうだよ、ね、雑談してないから。50kg しかない。 50kg 両手が歩かれちゃったらね、お酒大事なんだよな。深夜に絶対応対してくれるな。最初普通になしでも、後半出してくれるから。スプラッシュマウンテン、スプラッシュマウンテン。やばい、やばい、これはきついて耐えられんやろ。うまいっしょ。スープでもう満足感あるって。満足した。もういらないでしょ。どこすんじゃあ、しょくオートレートアップできないのきついね、やっぱり。これめっちゃ僕だ。これ多分治ったし、めっちゃしみる系だ。うまいな。忘れないようにメモっとかない。うん。見た目からニンニクだもん。でこれ食べたら今日終わるんじゃない？後で、後であの歯のやつ買おう。リスク買おう。ワン。オッケー。あ、そうだ、俺だ。俺が払う。ワン。オッケー。ワン。ワン。イエスイエスイエス。イーパイ。サンガ。いやあ、ニニュー、ニニュー。合う、合う、オッケー。230出したらいける。出ないと麺がビヨビヨになって最後終わる。あ、そうなんだ。天地返し。天地返し。終わったー。天地返し。今日アポ入ってんね。よし。ありがとう。あったかい。あ、じゃあ5件。あったかい。あったかい。あ、そうです。あ、でもこれ正解だと思う。うん、正解。これがジャージャー麺。これがジャージャー麺。ここのジャージャー麺、ニンニクやばすぎる。やばいよ。目バッキバキになる。やばい。油そばやん、これ、うん、これは大王だわ。大王だろ。これは大王。
うまいよね。うまいよ。しかもなんか下にいるやん。下にちょっとスープっぽいな。ちょっとあるね。わあ、これ二郎の発祥元やろ。いただきます。二郎は実は台湾発祥かって。テーブルに置いておくとなんか悲惨して自分の音に行きたい。かなりやつだ。かなりこれ。あとでもうトイレ何台やっても足りないってなるから。渋滞する。めえ。うまいわ。台湾、台湾二郎です。もやしなしの味、うまい。麺の太麺、すごいね、これ。ニンニクガツン効いてるでしょ。簡易してる、簡易してる。これ以上飲めない。めちゃくちゃ強い、ニンニクの香り。これ、そのパケット。え？ポケット、ポケット。え？あ、てか、入ってる。私の彼氏も同じもの使ってる。持ってる。これがでも一番いいよ。ポケット2。あ、2？ 使ってる。これ、これ1。でも、ここでクリクリできる。これ？ここクリクリしたら。クリクリしたら。上とか下。上下。で、ここをカチッて変えたら右、ここそこをスライドしたらこっちとこっちで、おお、かわいい、ね、動きが中山さんは中山に台湾生活を紹介、はい、今回の旅初めてのコーヒーずっとお酒飲んでたよ。もう疲れたって言ってる肝臓が。もうやめて。台湾式なの。あ、戻ってきた。どうぞ。手が汚いから。ああ、なるほどね。戻したいとか。アルコールある。アルコールそうですね。あ、ストロング、ストロング感、ストロング感。消毒できません。自分の体しか。じゃあちょっと待って。普段はこうして食べられないけど。で、消毒してないからもう。危ない危ない。取られた。あ、取るな。あ、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 千とか二千。ちなみに僕いつも知らなかったんですけど、留学当初最初の1ヶ月いつもガム噛んでました。ダメなんでしょ。ガムもダメだね。ダメです。これでもね、日本人ちゃんとみんな一応言った方がいい。絶対飲んじゃう。ここで水飲んだりガム噛んだりしたらダメです。そういう情報をね、大事です。大事ですね。師匠は。いや楽しかったです。これなんだっけ、パンダ。パン吉。あ、これね、タレパンダ。タレパンダか。タレパンダ。かわいいっすね。いや、大変楽しかったですね。